こんににちは。気になる男の続編でございます。今回メールをいただきましてねでそのメールに対してお答えしながら今回の気になる男のこの続編を作っていこうかと思いますよろしくお願いしますえまずねやっぱ YouTuber を目指していろいろやるんですけどもその中で例えばねお客様の方からお問い合わせがあったらどうしますかってことなんですがお問い合わせの種類が具体的に即近のビジネスは何かありませんかって聞かれた場合どうしますかってことなんですよ 近のビジネスね、別になないいわけじゃないんですよ。でも教えません <laughs> で側近のビジネスじゃないんだけどもでもポイントサイトってありますよね全くお金もスキルも何にもないところからそれこそ大した時間もかけずにポイントサイトっていうのは現金を引き出すことができるんですよ私がおすすめするのはモッピーっていうポイントサイトですよねこれで1か月20万円を作るそういった YouTube の ドキュメンタリーを毎日一昨年しの暮れにやってましたちょうどその時はあ国民一律給付金10万円っていうのが出るか出ないかっていうふうになんか結構ね揉めてる時で,で私の方が10万円くらいだったら別に国からもらわなくても自力でできますよっていう感じでシリーズをやっていったんですよねで私が実際に何に申し込んでいくらになっていったかっていうことをずっとやっていったんですよこれ2ヶ月で二ヶ月で40万円ほどの売り上げを上げておりますだからそれを 習って同じようなことをやった人は、まあ、例えばね10万とか15万とかっていうのを同じように稼げてるんですよ。で特にこの時にあの生活保護の方が結構ね私のチャンネル登録をしてくださって生活保護を受給中の方からなんとか稼ぐ方法はないんですかってことでメッセージをいただいたのが、まあ、今回のポイントサイトの発端になったんですよ。じゃあこれから私がポイントサイトを使ってね久しぶりに5年ぶりくらいにやりますんでうまくいかないかもしれないけどまあとりあえず10万20万なら簡単に作れますから。 同じようにやってくださいっていうふうにしてスタートしたんですよ。で、ずーっとやってって、えだいたいね、初月で20万ぐらい、2ヶ月目にも20万ぐらいになったんで、2ヶ月、10月じゃない、11月、12月で一応やめてですね、じゃあまた別の普段通りの放送しますねって感じでから塾をスタートしました。そして年が明けてからは、生活保護受給中の方で、今持てるスキルの中でどうやってお金を作っていくかってことを、放送の中でお知らせして、 で実際に生活保護を受給中の方が近所の方からお金を稼ぐっていうそういうふうな実践をしていただいた例をね日ごとに報告いただいてそれを皆さんにお知らせするってことをしました具体的に言うと母子家庭の方で中学2年生の娘さんがいらっしゃって40代後半のお母さん、ね、母子家庭の方娘の弁当しか作ったことがないという生活保護受給者の方じゃあお弁当を娘さんに作る気持ちで 近所の方に作って、販売してみてください。っていうことをしました。そうなると、まずはね、近所の方とお近づきにならないといけないですよ。ですんで、近所の方と仲良くなるところからスタートだったんですよ。で、そういったことで、まずは、1日100人に挨拶をしてくださいっていう目標を立てました。100人って言うとね、そんなに知り合いいませんよってなるんですけども、違うんですよ。知らない人も込みで100人に挨拶なんですよ。じゃあ、スーパーに行きました。ね。 すれ違う人に、こんにちはって言えますかそんなにおかしなことじゃないですよね。言いやすい人、言いにくい人、それぞれいますよね。そのお母さんがまず最初に声をかけたのは、いつもすれ違っているウォーキングでリハビリをしているおばあちゃんでした。おはようみたいな感じでね、近所のおばあちゃんに、おはようございますってご挨拶をすると帰ってきたそうです。そうなんですよ。おじいちゃんおばあちゃんって、声をかけられると嬉しいんで、笑顔で返事をしてくれるんですよね。 でも私みたいなね50代のおじさんが中学生の女の子に登校中下校中におはようって言ったらどうですかねさすがに警戒されるかもしれないですよねまあ私の近所の人はそんなことないんですけどねまあでもそういうこともあり得るかもしれませんですんで返事をしてもらいやすい人から順番に声をかけるようになると思うんですよで徐々に返事をしにくい人にも声をかけていかないと100人は達成しないのでそういうふうになっていくんですよねでそのお母さんは 近所のバス停で並んでバスを待っている人にも声をかけに行ったそうです。そういったことを繰り返す中で、じゃあね、雑談が始まるようになりました。その中で自分のことを話す機会もあったり、近所の人とのつながりもできたりってことが起きてきたんですよ。これが集客です。で、その集客の向こうに何があるかというと、あなたはどんな仕事をしてるのって必ず聞かれるんですよ。ね、人は誰かと名前を 交換し合った後、自己紹介し終わった後にどんな仕事をしてるのどこで何をしてるのっていうのに興味を持って大体そういうことを聞いてくるんですよね聞かれたら閉めたもんですよ私は注文弁当を個人でででけっってていいいるんんすす答えればいいんですよ、ね、ちょうど今中学2年生の娘がいて毎朝お弁当を作ってるんでお弁当作りに手間がかけられない人のために私が娘のお弁当を作るかのように お客様地域の方にお弁当作ってるんですっていうふうにセリフを言わしたんですよそうするとすぐにではないですけども「うちのお弁当を頼めますか?」っていうふうにオーダーが来たそうですで社名で撮ってある娘さんのお弁当の日々の写真をですねお見せしてこんな感じです500円ですっていうふうにしてお知らせすると注文が来たそうなんですよね最初はそれこそ5件6件から始まってそのうちに 近所の小さな工場、従業員合計10名ぐらいのところから束で発注が来るようになったそうです。まあその工場の中には愛妻弁当持ってくる方もいらっしゃったんで、毎日5件くらいでしたけどもね、まとめてお弁当をお願いしますって注文が入って、お弁当を作ってその工場に歩いて納品に行ったそうですね。徐々に徐々にお客さん増えていったというふうにレポートをいただきまして、そのたびに私は動画で放送しました。で、ついにね、 始めたのは、挨拶を始めたのが1月ぐらいだったんですけども、ゴールデンウィークに差し掛かるときに、オードブルの注文が来たそうなんですよ。一つね、確か3、4千円のオードブルが5件とか注文に来て、結局ゴールデンウィーク5日間の売り上げは、トータルで10万円超えたそうなんですよね。で、こういうふうにして、売り上げを全く何もないところから、人脈も何もないところから作ることができた例が、おととし生まれました。 去年か、一お年としお年と年生まれましたでそれを私の台本の通りにやってもらってそうなったということですそれからね安定して10万前後の売り上げ利益にして5万前後をこの方は生現金でやり取りするようになったっていうことだと思いますけどもあまり詳しくしゃべると生活保護を受給されている方なんでいろいろとあるかなと思ったんでその売り上げどう処理してますっていうことは私は聞いてません どうしてるのかは分かりません。ただそういうことが現実あったよってことをお知らせしました。これが一つですね。でもう一つなんですけども、これは前もお話したかなと思いますけども、ワンパク空手道場、500円、10人ってやつですよね。思い出していただければ幸いでございます。で、こういうふうにね、何もないところから相談をいただいたら、何とかしてその人に稼がしてやろうっていうのが、私流のお金の問題解決の、 情報発信なんですよねで実際にやってみたい人を YouTube で募集してやってみたい人にアドバイスをして34か月とか時には半年かけて熟成だろうが熟成じゃない人だろうが稼げないことを稼げるようにするってことをずっとやってきましたで熟成だろうが熟成でなかろうがどっちでも私が稼がすことができるようになったら私の経験値になるんですよね。だから結局得なんですよ 誰かのののためににやることっって自分の得になっちゃうんんですよ、そのまんま。本来でしたらね売り上げを追っかけていかなくちゃいけませんから熟成だけに教えてますんで熟成じゃない方はどうもすみませんみたいなことで断ることもできるんですよただこうやって匿名レポートを繰り返すことによって速化塾本当にすげえなっていうふうに分かっていただいてねでその期間も当然ですけども速化塾に入りますかというアドバイスは アドバイスじゃないが、<laughs> お申し込みはいただけたんで、まあ私的にもね、良、えー、かったかなっていうのと、やっぱりそういう気持ちで速果塾に入る方って、ものすごく前のめり意欲的なんで、それこそスキルも何もないところから一から組み立って,ていこうっていうふうに思っていただけるんですよね。まあですんで、私としてもものすごく指導がしやすかったなっていうところあります。はい、えー、じゃあここまでで、まず一旦あ動画の方をね、えー、落ち着きまして、ポイントサイトの方に戻りましょうか。 ポイントサイトは今から始めても稼げますんで例えばね、えー、お金の問題解決をする YouTube チャンネルを開設しようとするんだったらまずはポイントサイトで今日アカウントを作るところから1ヶ月後には5万円稼ぐまずは月収5万円を目指していきましょうみたいな目標設定をしてそれを毎日やっていくっていうスタイルはどうかなと思いますまさに元手なしでお金を稼ぐ方法 というふうに前回私がね気になる男シリーズで高さんに問いかけたものの一つになりますでその時は7つ8つ問いかけをしたんですけどもその中のねうーんそうだな40代の方が会社員として副業でプラス2万3万稼ぐとしたらどんなものがありますかって多分こういうふう聞き方しなかったと思いますけども例えばね同じようなことなんですけどもそういうふうにお問い合わせがあったらどうしますかっていうこととあと50代の方がね 家族を抱えててらっっしゃって、えー、非正規ですと、年収250万ですとこれに年間あと50万足したいんだけども何かいい方法ありませんかっていうふうにお問い合わせが来たきにどういうふうに答えますかっていうことねでこういうふうなことを私は前回あの一語一句同じじゃないんですけども聞いてみたんですよ。というのがこれは私からの問いかけというよりも視聴者さんがこれからねタカさんの YouTube チャンネルが育っていって人気になってきたら当然こういうふうな質問ってバン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 来るんですよ。 その時に答えられなかったっていうことだと信頼を失ってしまったりとかしますし、うん、で当然ですけども今のうちにその問題解決をしておいたら質問が来た時にスッと答えられてお金の問題解決が出るからあの商品を売る可能性っていうのは非常に高まるんですよね。まあその他ねあねアクセスを伸ばすための動画っていうのはどんなものがありますかとかねチャンネル登録を誘発するためにどんな動画を撮ればいいですかとかねそういうふうに数字を狙って 作る動画はあるかないかみたいなことも聞いたと思いますで私的に言うとね毎日政治発信してるんですよ岸田総理は最近でしたら麻生、えー、副総裁ねこのネタでいくと大体アクセスは1桁変わるんですよねで2桁変えようと思ったらショート動画なんですよこんな感じでアクセスを伸ばすためにはショート動画チャンネル登録を増やすためには政治ネタっていうふうに私は色分けしてますで、全てがお金の問題解決に。 あの、決着するんですよ。というのが、政治に不満があって、なんとか打破したいと思うけども、政治家になるわけじゃないし、権力を持つわけではない。となると、今の政治上のルール、法律的なルールの上で、稼ぐために何をしていくのかっていうことを、政治の不満に対する解決策として、私はいつも提案することができるんですよね。はい。ということでね、今回の気になる男シリーズの、ちょっと追加動画になりますかね。えー、一旦以上になります。 よろしくお願いします。